沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエイレブンSやってきます。久しぶりにやってきましたよ、チムラ。はい、グレイグ初めてですよね。のでグレイグメンバーに入れております。ちゃんと見た目衣装なってますね。今回も可愛いな、ドット絵のねえ見た目衣装もね。はい、話しかけてみましょうか。あ、そう、これね、私ね、録画しなかったんですけど、カミュが記憶喪失時代に一回ヨッチ村になんかね、無意味に連れてきたことあるんですよ。ほんだら、今カミュが喋ってる、この全く同じセリフを敬語で言ってたんですよ。言いたいことは山ほどありますが、とか。あなたと旅していると不思議なことは日常茶飯事ですもんね。こんなことくらいじゃ驚きません、みたいなことを言ってて、全く同じだってなって、なんかちょっとはーってなって、記憶は消えてるけど、やっぱ神くんは神くんやってんや、みたいな。まあ、はい、そんな余談があったり。はい、そうそう、グレイグが初めて、あ、喋ってくれた。こんな謎めいた生き物たちは今までに見たことがない。俺は夢でも見ているのだろうか。なかなかにね、信じられないですよね。急にこんな世界にね、連れてこられて。はい、セーニャちゃんもさ、髪の毛がちゃんと短いバージョンに変わってますね、グラフィックが。すごいな、細かいところもちゃんと、なっておりますね。みんな、あとは喋ったかな。はい、じゃあ行きましょう。ドン。お、なんかグレーグが、この祭壇の前に来たらまた会話が変わったよ。伝説の勇者。異世界とはいえ、ルービーとは別の勇者の功績がこの本に記されているのか、ぜひ読んでみたいものだ。グレイグは読書家なんでしょうか。ムフフ本を読むってことは分かってるんですけどね。それ以外もちゃんとね、読んでそうですね。ちゃんとした本もね。めっちゃ光ってるやんか。もうしばらく来てないからさ。さあ何します？どうしましょうね。私、4、5、6あたりが結構好きなんですけどもね。4ってまだ行ってなくないですか？はい。導かれし者の祭壇。ですよね。黄色文字はまだ行ってないんですよ。パテキアかロザリーか。アリーナかロザリーかみたいな感じ。まあまあ、彼女たちがいるのかどうかわかりませんけど。パテキアに行きましょうか。順番的に。はい。じゃあ早速行ってみましょう。ワクワク。ああ、懐かしい音楽流れているよ。なんだ、いきなりダンジョンやねんけど。みんなも喋ってくれるかな。この洞窟の至るところに、地面に矢印みたいなマークが書かれてるだろう。ああやってこっちに行けって言われると、昔から逆方向に行きたくなるんだよな。我ながら、アモノジャクだと思うぜ。そうなんや。ちょっと逆らってしまうと、なるほど。この洞窟って壁も床も水晶みたいにキラキラしていてとっても綺麗ね。まるで宝石みたいに輝いているわ。あんまり綺麗だし、一かけらくらいいただいちゃおうかしら。なんて、いやーね、冗談よ、冗談、うふふ。なんかしれっと持って帰ってそうやな、シルビア。低温の環境の中、貴重な薬草の種を保存することでその寿命を延ばす。この洞窟ほどその保存方法に適した場所はないじゃろうて。いい場所を見つけたの。おう、なんかローさんが真面目やな。なんだかここはツルツル滑って戦いづらいわね。足元に気をつけてね、ルービー。お姉ちゃんキャラ。旅の扉というものをくぐるとぐるぐると目が回って酔うな。情けない。グレイグちょいちょいこういう意外な一面ありますよね。面白いな。この洞窟の床にある矢印、道に迷わないための標識でしょうか。ずいぶん親切な洞窟ですわね。ほら、カミュ君と違ってこのまっすぐなセーニャ。素直。はい、こんな感じでやっていきましょう。はい、暴れ狛犬。まあまあ、だいぶ強くなってるので、そんなにどうなんでしょうね。もう全部バッチリ頑張れでいいかな。はい、そんなに苦労しないとは思ってるんですが、はい、戦ってこう。おい、ドーン。あ、やっぱり。ちょっとレベル上げすぎた感あるな。ここに来るにしては。はい、そんな感じでございます。スイスイといけそうですね。じゃあ、ちゃっちゃと攻略しちゃいましょうか。大きな骨。はい、ゲット。これ、まあ、矢印の方に滑っていくんでしょう、多分。ですよね。懐かしいな。懐かしい感じすんな。はい、素早さのため嬉しい。はい。もうすでに楽しいねんけど。よいしょ。あ、敵多いな。めっちゃ出るんやけど。よいしょ、進んでこう。あ、ちょっとエンカウント率高すぎませんかね。
ふう、進んでこう。あ、アリーナいるじゃないですか。あら、こんな感じでちゃんとアリーナに会えるなんて嬉しいですね。はい、これ引きの暑さでへばっちゃうなんてみんなだらしがないんだから。暑さ？なんかめっちゃ氷やのに暑いってことですか？かといって置いていくわけにもいかないし、この人たちとパーティーを組んだのが間違いだったのかもと言っておりますが、いや私ね、正直ドラクエ4ってセーブデータ消えまくってね、あんまりちゃんと覚えてないんですよね。はあ、この洞窟もあったんでしょうか。洞窟の中はとても寒いと聞いていたので、毛皮のコートを着てきたのが間違いでした。脱いじゃえばいいんじゃない。はあ、先頭にいるアリーナ姫はどうして平気でいられるのでしょう。とても常人とは思えませんよ。まあ導かれし者たちやからね。はあ、暑い、暑すぎる。旅の方聞いてくれ、ここはもともととても寒い洞窟で、パデキアの種という貴重な種があるんだ。僕たちは先頭のアリーナ姫と一緒にその種を手に入れるため奥まで行ったんだが、いきなり炎を宿した魔物が現れてね。なるほどね。するとどうだ、途端に洞窟の氷が溶け始めて温度がぐんぐん上がりだしたのさ。僕たちはそのまま魔物を叩こうとしたけど、なんせこの暑さだからね、そんなに暑いんですね。たまらずここまで逃げてきたんだよ。熱に弱いパテキアの種をあのまま放置しては使い物にならなくなってしまう。それは大変じゃないですか。はい、なんとかしないとですね。はい、お願いですって。はい、わかりました。はい、この人にクエストを頼まれました。ほい、奥にいるね、魔物をぶっ倒してくればいいんですね。了解しました。はい、お礼ももらえるそうです。はい、あ、パテキアの種を見つけても拾わないでおいてほしいんだ。はあ、おー、アリーナがクリフトを直すために探してると。わーまんまのストーリーで嬉しいですね。はい、姫に取らせてあげたいんだ、ごめんね。うん、いいよ、アリーナに持って帰ってもらいましょう。パテキアの種を守れ。はい、クエストを受けました。炎を宿した魔物ね。 OK です。はい、真ん中の彼は喋ってなかったですね。地獄の帝王から世界を救うため旅をしていたのでござる。ライアンみたいな喋り方してんな。しかしここは暑い、尋常ではないでござる。もう一歩たりとも動けないでござる。はい、情けないですね、確かに。服脱いだらよくない？よう分からんけど。はい、敵が多い。あー、これなー、矢印どこ行こっか迷うやつやな。ちゃんと見てかなあかんやつやな。なんか落とし穴に落ちそうな矢印もありますね、これね。こっちじゃない気すんな、なんとなく。あ、ちゃうな、一個行けそうなとこあんぞ、発見したけど。敵出すぎじゃない、マジで。ね、もうどこか忘れたやんか。ここかな、ここ行けそうちゃうですよね。よしよしよし、ほいで。ちょっとちゃんと見ていこう。これはどう言っても無理やな。矢印こっち向いてんもんな、敵多いな。おい、こっち。こっちはいけないね。あれ？ほな、どうしたらええんや？わからへん。戻るしかないのか？こっちに行くと、あ、落ちた！まあ落ちてもそんなに被害はなかったね、今のところ。え、ほんでこっちはいけない、いけないよね。こうでしょ、ここまで来れてもしょうがないよね。戻るか、上かな、上ルートも見てみましょう。はあ、敵多いな。こっち、え、どっち行く、宝箱もあんで、こっち行くで、こっち行っていいんかな。あ、宝箱、宝箱ちゃんと見てから行けばよかった。ふーん、戻ろっか。あれ、戻れない。戻れないね。こっち行ったら戻んのか。あ、やっかい。こっち。で、あー、こっちにも宝箱が。あー、敵。ここ開くかな？開いた！ここにも宝箱があります。はい、開けてみましょう。安らぎのローブ。これは全然いらんのんちゃうかな？えらい、なんか昔に見たぞ、それ。そうですよね。いらんよね、多分。これで、こっちで戻れます。ほんでもう一回こっちに行く。で、上行ったら、はぁはぁ、敵多い。
はい、宝箱を取ってちゃんと行きましょう。不思議な木の実、よかった、鳥に戻ってよかった。はい、ほいで、あー、またここの宝箱を取るためにも戻らないといけないね。こっちは関係ない。はあ、戻る。ほんでこっちやな、戻る。そうして、こっち、こう行けば宝箱が回収できます。敵いや、亀くん、会心の一撃がよく出るようになったな。探検の場合、会心率が上がるみたいなスキル取ったからかな。やったやった。おい。800ゴールドか。別にスルーしてもよかったな。これで、こっちに戻れるよね。オッケーオッケー。ほんで、こっから、これで右に行くと。ふぅ、右。そしたら、あ、階段に行け。戻ってきてんやけど、え、これって途中で降りれんのかな。え、なんなん、マジで。ちょっともう一回行かなあかんやん。ちょっとめっちゃ大変やん、この、めっちゃ大変じゃない、このダンジョン。ちょっとセーニャがイオラとか使うのは結構なんかジンとくるもありますけど。これもう一回行くの、途中下車可能？途中下車できませんよね。はぁ、ちょっとどうしたらいいの。まだ行ってないとこって言ったら、あれ、こっち、こっち、いや、行ったな。いやちょっとなんとかして。はぁ、なんかレベル上がってくんやけど、めっちゃ戦ってるもんね。はい。よく考えろ。まあ、とりあえずこっちでいいよね。もうね、こう行くやん。こう行く。まだ行ってないルートがあるはずよな。途中下車できませんもんね。でももうなくないか？あ、違う。わかった。こう。敵よ。メラミー、セーニャちゃんのメラミー、うん、強い。さて、こうです。わかりました。こう行って徒歩で行くんですね、これね。はい、いける、いけるよね。あ、怖い。踏んだらあっちに流されちゃうからね。うー、敵多いな、マジで。なんか蒼天魔山もなんかグラフィックが違って新鮮ですね。ふう、まあでも強くなってから来てよかったな。ここめっちゃ迷うやん。まだあるやん。うわ、どうなってんこれ。あー、なんか違うモンスター出てきたな。ちょっと強なってんのかな、これ。いやな、めっちゃ会心の一撃出るやん。めっちゃかっこいいな。な、器用さもだいぶ上がってるからな。はい、バギークロス。おいー。どう？いいね。はい、強いね。このメンバーもなかなかいいな。グレイグ。うん、マルティナの代わりにグレイグ。いいですね。グレイグは回復呪文も使えるから、安定性が、まあ、そういる。いるぞ。あいつやな。炎のモンスター。絶対あいつやん。その前に宝箱取りたいな。宝箱取るためのルートがどれだ？どれだ？ちょっと待って。矢印が全部見えへんのやけど。こう、こう行って、こう行って、こう行って、うん、あ、わかった。こっちに行ったら上に行けそうやな、多分。あ、来たね。ほんで、あれ？行ける？敵多いな。あ、聖者の呪文が山彦となってこだまする。すごい。バギクロスが2回。いいね、このスキル。取っといてよかった。発動してくれますね。はい。ほんで、これは、ここ越えていけない。あれ？ってことは、あらららら、こういったらこうやろ？こういって。あ、わかった。どれだ。敵が出るとなんか、ね、矢印折ってたのにってなるな。はぁ、あ。おお、ゾーンに入った。
連携神神あそこそこ戦いましょう。モンスターの連携、なんだこれなんだこれ、えなんだなんだこれなんだこれなんかあんまり意味なかったで、なんか地味な攻撃したの神くん。長引いております。はい、倒してください。 OK、 倒せました。よし。で、わかったんですよ。ちょっと忘れたやんか、矢印見てたのに。ここかな？あ、そう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 。ほんで、これ開ける。疲れてきたって。おぉ、グレイグも、ゾーンに入った。電気ありましたっけ、二人。カミュ、グレイグの。ないな、ないわ。ああ。おぉ、つきまくった。つきまくっている。つきまくっているが、弱いな。弱い弱い。あんなむっそー、ドン。モーションかっこいいな、なかなかに。オッケー。レベルどんどん上がりますね。マヤド覚えましたよ。おぉ。どんどん強くなってくな、セーニャちゃんが。さて、これ開けます。苦労してたどり着いた宝箱が一食いまくって、もう意地悪やな。はい、このグラフィックの一食い箱なんかむっちゃ懐かしい感じすんな。ザッキ、あ、死んだ死んだ、戦略が死んだ。ザッキ何してくれますの、ほんまに。スキルの種くれたから許したるわ。ローさん、ザオラル、おい、生き返しましょう。よし、生き返った。で、デフォイムしとくか。っていうか次ボスよね。じゃあちょっと全開しておきましょう。はい、作戦ほぼ満タンでいいのかな。おい、オッケー。で、ちょうどいいことにカミュとグライゴがゾーンに入っております。で、ルービーの MP ないけどな。どうしよう、回復しといた方がいいかな。もったいないような気もするけど、回復しとくか。魔法の聖水、魔法の聖水ぐらいでいい？舐めてるかなこれ。ちょっと待って祈りの指輪ってなかったっけ。あったような気がすんねんけどな。作ったぞ。あったあった、祈りの指輪2つありますね。これ使ってみようか。はい、ルービー28か。これでなんか謎な回復の仕方してるけど、こっからの魔法の聖水しとく？なんとなくやで。はい、これぐらいでいいでしょう。そんなに強くないと思うんです。ではどこ行けばたどり着くか。宝箱、あの宝箱がきっとパテキアの、はい、種なんでしょう。ここでしょうね。違う？違うか、こっちか、下、ここ、違う、違ったもう嫌やねんけど、ちょっとキングスライムや、すごいかわいい。おお、強い。ドンドン、切りまくり切りまくり倒した。どれが正解やろ。もうなんか目疲れてきたわ。矢印追うの疲れてきたわ。ここ行くやん、とりあえずな。もういいで。ああ。こう。ああ。え、こっちか。これ？これかな？違う？違う？違う？もういいって。ああ、せっかくルービーの MP 回復したばっかやのにさ、ひどない？私が間違ったのがわかんのやけどな。そや、あいつにつながる矢印を逆に追ってけばいいんやんな、きっとな。わかんない。あいつにつながる矢印はあれやけど、あれはどうやって切ってんや。宝箱から出てますよね、どう考えても。あいつに向かう矢印一緒、たどり着かへんやん、そんな。こう行く、こう行く。あ、わかったわかったわかった。あったあった。こう行く、こう行く、こう行ってこうや。そうやんな。
ちょっと待って、それに行くにはあっこにまず行かなあかんから、敵出たらわからんなるって言ってるやろ、でん飛んでくれマジで。ちょっともう会心の一撃出していくって。あ、カミオのゾーンが終わるやん。あ、ギガブレイク使ったか、使ったかって作戦変えてなかったね。あーもう、気を取り直してまずここに行く、うん、ほんで分かったんですよ、こう行って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 こう、はい、ここちょっとちゃんと行こう、ここ、はい、着いた。でいきなり戦う感じ、燃えろ燃えろ、アイラの炎でこの洞窟の氷を全部溶かしてやる、この宝箱の中身も同じだ、オイラの炎でもう一枚。そうはさせません、もし邪魔するならオイラ容赦はしないぞ、全部全部もう一枚。さあ戦ってこう、はい、炎の戦士、はい、全然勝てんちゃうかな、この二人は連携ないの寂しいな、はい、あーちょっと待って、作戦変えたい、なんか最後ぐらい命令させろでやりたい、あーでもすぐ終わってまいそうやなこれ、ちょっとじゃあ作戦変えます。なんか縦ガード率が上がった言われてましたけど。うんで、魔力、あ、はいはい、魔力覚醒。ちょっと待って、これで作戦を全員命令させるにさせていただきます。ほい。で、ルービーとグレイグはなんかあるんじゃない？でも、排水の覚悟全然いらんよね。いらんと思うわ。戦うか。何しよっかな。あ、覇王山とかどんなモーションなんやろ、見て、うおぉ。MP10 しかないやん、もう。はやぶさぎりかな。え、神谷くんはせっかくやしなんかやりましょうよ。バイパーファングかな。ほんで、グレイグは、蒼天魔山かな。ほい、ほんで、セーニャ。セーニャは何する？魔力覚醒したよね。呪文使ってこうか。効きそうなのはメラミーかな。ベギラゴン。あ、でも炎やんな。何を言ってるんですか私は。ヒャド、マヒャドじゃないですか。はい。バイパーファング。はぁ、かわされた。ドドン、ドン、ドン。わお。お、弾くね。いいね。そう、天魔山。あれ結構ひらりと身をかわすぞ、あいつ。マヒャドですよ、セーニャちゃんの。食らいますね。はい。やっぱりボス戦はなかなかに強いです、と。カミュくんは懲りずにバイパーファングする。ほんで、ソーテマザン。マヒャドが効きましたね。毒になってください。毒に。ならんか。くっそ。ならんのかな。ドドン。あ、そういえばスクルトかかってたんか、こいつ。はい。マヒャドで、はい、冷やしてこう。やっつけました。あっさりやったね。やっぱ強くなりすぎたね、ここに来るには。はい。オッケー、炎の戦士を倒した。洞窟に霊気が満ちていく。パテキアの洞窟の温度が下がった。この洞窟の地下2階にいるパテキアの種を求める冒険者に報告しよう。で、これを取っちゃダメなんですよね。取ったらアリーナがあかんって、うん、クリフト助けられなくなっちゃうから取らずに行く。これどうしよう、登るのめんどくさいな。リレミとした方が早いかな、どっちやろう。まあでも戻るのは簡単かね、このね、床を踏んでいけばいいだけやもんね。戻りましょう。よこい、おい、踏まないように。ああ、やっぱり大変かも。はい、登ってこう。ほいで、これ乗るだけですもんね。うん、乗ったら戻れますね。アリーナたちのところに。ほい、戻れました、アリーナ。スルッと報告に行かせてくれへんな、敵が出てくるから。よいしょ、ほい。アリーナさん、あなたが魔物を倒してくれたの？どうもありがとう。おかげでパデキアの種を探せそうだわ。ありましたよ、ここに。多分あっこにあると思いますよ。それにしてもひどい寒さね。生足じゃこの寒さには耐えられないからタイツを履いててよかったわ。タイツ履いてたんや、よかったですね。まあまあ元は寒い洞窟なんですもんね。自国の帝王から世界を救うため旅をしてるのでござる。寒がってんな今度は。この寒さは骨身にしみるでござる。暑い方がよかったらしいわ。ブルブル寒い、あ寒い、汗を吸った毛皮のコートが寒さで凍りついてしまいましたよ。ちょっと一回戻ったらどう、ね、先頭にいるアリーナ姫はどうして平気でいられるのでしょう。クリフトのためでしょうきっと。はい、オッケー、はい、倒してきましたよと。はい、感謝の気持ちを受け取ってくれ。
はい、ありがとうございます。なんかもらいました。はい、ほんで、はい、パテキアの種探し出してきてください。取ってきてあげてもよかったんけどな、別にな。まあ取らん取ってくれ言われたからね。はい、種がしおれてしまっては一大事だから、これでいいんだけどね。そっかそっか、寒い方がね、パテキアの種のためにはいいんでしょう。はい、頑張って取ってきてね。はーい、ブルブル一回仕切り直すっていうのもありやと思うけどな。はい、クエストパテキアの種を守れ、クリア、イエーイ。ちょっと大変やったな、このダンジョン。迷子なったな。はい、じゃあリレミットで戻りましょうね。はい、ん、こうしたらいいかな。よし、はい、戻ってきましたと。さあ次どこ行きましょうか。ちょっと宿屋に行ってきますね。さあ引き続きまして、あ、ちょっと待って、シルビアのさ衣装さめっちゃ派手やん。そういえば今どんな感じなんやろ、見てみましょうよやかましいな、この正面から見た時特に頭に羽ついてあるわ頭だけじゃなくて背中にもついてあるけどな、すっごいな、すっごいさて、ロックの世界は行ったっけ？まだ行ってないんじゃないかな？あ、やっぱり。ね、幻の大地の祭壇、ここも行ったことないので、まだ。はい、行ってみたいと思います。よし、ダーマ神殿、イェーイ。転職できたりして。それはないか。非常に懐かしいなぁ。シックスも一回クリアしたっきりかな？今回はダンジョンじゃないだけちょっとまだ助かるなって感じやけど。どの世界だってここみたいなおごそかな場所は苦手だぜ。せやな、合わなそうやな。堅苦しいのは性に合わないんだ。生き方を変える場所か。そんなこと考えたことなかったわ。だって旅芸人が若い頃からの夢であり、私の転職だからね。素晴らしいですね。ヨッチ族曰く、この神殿は己の生き方、すなわち職業を変えられる神聖な場所なのだという。どうせなるならわしもビチビチギャルになりたいの。どこまでが本気なんかよ、わからんな神殿から感じられるおごそかな雰囲気、なんだか背筋がピッとしますわ。きっととても神聖な場所なんでしょうね。うん、せんやちゃんはね、逆にこういうところ好きそうですけどね。私、舞踏家の修行をほとんど独学で積んだから、一度ちゃんと学びたいと思っていたの。ここで舞踏家に転職すれば舞踏家から舞踏家に転職、新しいですね。マルチナの向上心すごいな。今までとは違う人生を歩むことができる場所か。俺はデルカダールに仕えていなかったら一体どんな人生を送っていたのだろうか。想像もつかないな。確かにね。まあでも戦士的な何かになってたんじゃないですか。まあ別の世界でも英雄ってね呼ばれてそうですけどね。はい、じゃあちょっと喋りかけてみましょうか。私は新たな人生を求めてダーマ神殿を訪れたんですがね、なぜか多くのおじいさん、おじいさん、ん、神殿長に詰め寄ってて、今は転職できないみたいなんです。あ、なんや、ほんまや、めっちゃじいさん、めっちゃじいさんいるやん怖い怖い、なにこれ、どういうこと、同じ顔のじいさんがめっちゃいんねんけど。私、憧れの賢者様になるためにここにやってきたんだけど、いつまで待てばいいのかしら。えらい待たされてる感じなんかな。ダーマ神殿にようこそおいでくださいました。はい、来てみましたよ。このダーマ神殿はな、人間が魔物に対抗する力を得るために欠かせない修行の場なんだ。でもこんな騒ぎになってしまっては、魔物に立ち向かう者も育たない。こりゃ大変なことになるぞ。じいさん、じいさんたちがちょっとねえ、何してんでしょうかねはい、神聖な場所、はい、今は立て込んでおりまして。はい、わかりました。こっちは人いないかな。いないですね。お、こっちでも人がいますよ。お姫様みたいな人がいますよ。女王様かな。この騒ぎのせいで他の転職者の方もめっきり神殿を訪れなくなってしまいました。えらい長引いてるっぽいな。今までたくさんの人たちがこのダーマ神殿を訪れたけど、ピチピチギャルになった人はいないわね。そもそもピチピチギャルって職業なのかしら。確かになんなんやろうね。なんかドラクエ3では性格ピチピチギャルっていうセクシーギャルやっか、性格ありましたけど、どうなんですかね。あ、本棚もあるぞ。これ調べられんのかな。特に変わった本はありませんでした。いやードラクエ6ちょっとあんま覚えてないんですけど覚えてないことばっかやな私。ピチピチギャルっていう職業ありましたっけか。うん、あったような気もすんな。
わしはピチピチギャルになりたいの言うてんな。みんな同じこと言ってんのかな。わしの子供の頃からの夢なんじゃ。ローさんも言うてたで。あんたもちょっと待って、ローさんもさ、じいさんやからピチピチギャルになりたいっていう呪いにでもかかってんのかってぐらいみんなピチピチギャルのことを言うてるんですけど、パフパフはいいかな。ちょっとおじいさんにパフパフされても困るかな。どうしたんや。怖い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 、めっちゃ怖いねんけど。え、怖い怖い怖い。ローさんもこの呪いにかかりつつあったよな。さっき喋ってたら。え、ちょっと待って、こいつだけちょっと違うぞ。わしもピチピチギャルになりたいのだろうと思っておるじゃろ。ふふふ、わしがなりたいものは内緒じゃ。こいつ怪しいな。みんなピチピチギャルになりたい言ってんのにな。怖い怖い。とりあえずこっちの、はい、神殿長様、はい。え、なんか普通に生き方を変えたいとお望みかって言われましたけど、いやでも勇者はね、ちょっと続けないといけないで、はい。どっち選んでもこの話の流れになりそうですね。はい、今はとある事情によりお主に新たな道を歩ませることはできん。見ての通り、ダーマシーンでは今空前のピチピチギャルブーム。なにそれ。ピチピチギャルになりたいと願う世界中のご老人が一斉にわしのところに押し寄せてきたのじゃ。もうちょっと何言ってるかよくわかんないんですけど、ローさんならわかるかなこれ。もうみんなにピチピチギャルになど転職できん、うんと伝えても聞く耳を持ってくれんし、やっぱりそういう職業ないですよね。このままではダーマ診断はおしまいじゃ。まあちょっと近いので言うと遊び人とかにしてあげればどうかな。踊り子とか、まあ近くもないか別に。どうなんやろう。このご老人たちを納得させない限りダーマ神殿の本来の務めが果たせぬ。はい、頼みを聞きましょう。はい、かつて先代の神殿長が言っておったのじゃ。世界のどこかにはどんなものでもピチピチギャルになれる転職本があると。え、転職本を見つけたらわしに届けてはくれんだろうか。そんな本あるんです。はい、ダーマ神殿の神殿長に老人たちをピチピチギャルに転職させる本を探してくれ。むちゃむちゃむちゃこれ。はい、受けますけどね。うん、漢字の転職本がある場所だが、ピチピチギャルといえば乙女じゃ。お主の世界に乙女が集う場所あります。あります、メダ女ですね、きっとね。メダ女にそんな本ありましたっけ。図書室あったあった。え、ピチピチギャルの転職本あったっけか。はい、雲をつかむような話で申し訳ない。いや、ま、心当たりはめちゃくちゃあるんでね、すんなり見つかるんちゃいますかねこれね。ピチピチギャルになりたい。息受けちゃった。はい、戻りますか。メダ女行きます。でもこれまだ2個しか行ってないよな。メダ女も行きたいとこやけどな。ルドマンの屋敷めっちゃ行きたいな。でも他に行ってない世界なかったっけ。あ、ここまだ行ってないんじゃない。神々の間、目覚めし者の祭壇。いや、私ドラクエ10やったことないんでちょっとわかんないかもしれないですけど、神々の間行ってみましょう。ほい。これで全ての世界に一度は訪れたことになりますね、祭壇ね。なんじゃここ。わわ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 。天使界と似てるなって言おうとしたんですけど、全然似てないな。ボストロールみたいな、全然似てないか。ボストロールみたいなやつとまあまあみたいなやつおんもんな。怖いな。なんだここは。なあルービー、お前は生まれ変わって違う人生を歩んでみたいと思ったことあるか。え、どうした急に。俺はどうだろうな、この先どうなるか、今の自分の人生を見届けたい気持ちの方が強いかもな。なんか深いことを言い出しましたが、自分の種族を変えられちゃうなんて。あ、そういう場所なんですかここは。ここは人生そのものを変える場所なのね。スケールが違うわ。人生そのもの、種族が変わる。この場所に来る前、とあるヨッチ族にこう問われたのだ。おじさんはオーガに転生したのかと。オーガっぽいけどね。その時の問いの意味がわからなかったが、あの一番大きな像を見て理解した。確かに少し俺に似ている。大きな像、どれやろう。ああ、これか。おお、確かに似ている。ちょっと待って、色々いろいろ女。あ、転生できるってことかな。ちょっとよくわかんないんですけど。はい、ルービー様、ヨッチ族の方によると、あの一番小さな像はプクリポっていう種族らしいのですが、何
なんだかお姉さまに似てません？特にあのにんまり笑った顔なんてお姉さまみたいで愛らしいですわ。切なくなること言わないでよ。どれでしょう？これちゃうな、こっちか。どれだ？え、あ、こっち。あー、確かに似てなくもないけどそんなに似てないぞ。いや、ヴェロイカの方が100倍ぐらい可愛いでしょ。まあでもなんか、なんか帽子の感じとか似てんのかな、なんとなくやけど。ちょっとセーニャちゃん、ちょっとそんなに似てないぞ。でも生まれ変わるとしたら何がいいかの？スタイルの良いウェディもいいが、清楚な感じのエルフも捨てがたいの。やっぱりね、からのスケベジジイですね、ローさんって。尊敬するわ。台座は7つ、あと2つはどうして空いてるのかしら。この世界にはまだ種族が。なるほどね。さて、ちょっと話しかけてみますか。奥の方に見える大きな像は、私たちがこれから生まれ変わるご種族の神様の姿だそうよ。私のそばにあるものから順に、ウェディ、ドワーフ、エルフ、プクリポ、そしてオーガと言うんですって。うん、なんとなくわかりますね。私はオーガに転生して強くなろうと思ってたのに、トロルになるなんてまっぴらごめんよ。あー、確かになんかオーガの前にトロルがいますね。どういうことなのな、これな。喋りかけられんのかな、これ。あ、喋れるわ。トロルに転生するって決めたのか。何を言ってるんです。力を求めるならオーガよりトロル。このコンボで何も考えずに全部ぶっ壊せるのはトロルだけだぜ。何のこっちゃよ、わからんのやけど、ちょっと話がつかめない。ブチュチュンパ私たちみたいにキュートなブチュチュンパに転生しちゃうの？あなたの唇いい感じだわ。きっと素敵なブチュチュンパになれること間違いなしよ。ちょっといいかな。奥のあの像の姿になれるのに、なんか前に立ちはだかってるエルフの像はちょっと見えないんですけどね、みたいな。現実師か、フォフォフォ、はい。エルフなんかより現実師はええぞ。気に食わんやつがいたら呪文で好きなように苦しめてやれるぞい。もう発想が魔物的。はい、こっちはお、コボルトね。そんなことはないな。ドワーフになるよりエキセントリックでデンジャラスな人生を約束してあげるボル。ちょっと平穏に行きたいかな。あ、マーマンもいる。うおー、マーマンに転生しようとは実にお目が高い。ギョーギョー。ウェディっていうのは人魚みたいな感じなんかな。イケメンだギョー言われて、もうちょっとなー、よわからんわ。はい、この真ん中の人に話しかけてみましょう。僕たちはエテーネという村の民です。外界から隔絶された島で平和で静かな暮らしを送っていたのですが、恐ろしい魔物たちの群生が突然現れ村を焼き払い、僕たちはその時命を奪われました。なんてこった。そんな僕たちの魂を導いたのは神の声です。その魂にはまだ果たすべき使命があるから、5つの種族より姿を選んで生き返ると。はあ、そう言われここに導かれてきたのですが、いきなり神の声が途絶え、転生大王という魔物が現れたのです。なんかえらい壮大な話になってきたな。転生大王は僕たちの生まれ変わりを邪魔してやると言い、魔物にしか転生できなくしていきました。辛いな、それ。なんか転生ってよくわからんのやけどね。このまま魔物に転生するなんてできません。この部屋にいる魔物たちを消し去るため、転生大王を探して倒してきてくれませんか。結構壮大なこと言われたよ。壮大なミッション。はい。転生大王を倒してきてください。はあ、まあ受けますけどね。転生大王は銀の盾子となる楽器を求め姿を消しました。転生大王は人間の老人のような姿。はあ、心当たりのある場所を探してみて、そこに怪しい老人がいたらそいつが転生大王です。銀の盾子ってさ、なんか初めにこのクエスト、よっち村のクエストした時に、銀の盾ごと探しに行きませんでしたっけ？思い違いかな。どうか気をつけて、ちゃんと僕たちが生まれ変われるように転生大王を倒してきてください。銀の盾ごと、でもなんか老人に頼まれたような気がしないでもないぞ。ドラクエ1の世界よね。そんなことある？銀の盾ごと老人、依頼してきた老人が悪いやつだったってこと？転生大王やったってこと？わからんぞ。まあ、全然違うこと言ってるかもしれないけどね、私。乗っ取られた神々の間。
これは大変やな。大変やけど、まあ、とりあえず戻ります。ほい、戻ってきました。てなわけで、あとクエスト何個あんねやろか。ドラクエ4のドロザリーの部屋、ルドマンの屋敷、ユバール族の休息地、はい、ラパンハウス謎なんですよね、まだね。と天使会も達成してませんね。あとまだ行ってないところが3つありますね。はい、てなわけで続き次回やっていきましょうか。ちょっとなんか心当たりがあるやつが、まあ2個あるじゃないですか。まあ1個はね、メダジョの図書室を調べれば OK そうやし、もう1個は、銀の盾ごとドラクエ1じゃないっけ、違ったっけかな。まあちょっとまた考えて、はい、続き、また続きもよっち村やるかもしれないです。うん、やると思います多分。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。